コランダー TV。 アイアムコランダーオールドジェネレーション。どうもコランダー TV のポチモです。ナダです。はい、今回は手合わせあるあるやっていきたいと思います。はい、で僕たちね、手合わせがすごいんですけども、手合わせがすごいと、まあいろいろと不便なことがあったりするので見せていきたいと思います。レッツコランダー。コランダー、よろしくお願いします。お願いします。シンプルに惹かれる。寒っ。うーわ、手汗やば。おい、あなた寒いでしょ。うん、濡れてるよ。うわっ、お前これ川に落としたの。冬場でも手汗で湿る。ん、長田からん。くそ、ちゃう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 。うん、指紋認証されない。よし、これで青りんごく。もう髪が手汗で湿る。シワシワじゃん。書き直し。ああ。湿り気のせいで髪が破れる。もう何なの。最悪。よいしょ。髪が手につく。ああもう髪が手から離れない。おこちも見て。うん。ほら、なるようになった。え？うん。音も自在に変えれますよ。もうどこでも。ああ。めちゃ音が鳴る。鍛えますよ。ああ。シンプルに滑る。握力ゼロ。で、フォーム入れて。うん。どう？いい感じ。うん、いい感じ。こっち来たとか。ああ。シンプルに滑る。おい、大丈夫。行って。どうした？あかん。開けて。滑らない。あ、ありがとう。やぶさめ。ワンピースの魚人島に出てくるホーディ・ジョーンズの真似ができる。以上。ということで動画見てもらいましたけど、まあね、僕たち手汗すごい人、こういう、ね、はい、デメリットもある。ま、また、ね、メリットも。メリットもあるという。まあ僕はいらないですけどね、この特性。もう僕も。女の子と手をつなぎたいときとか、あんまりずっとつなげないですよね。そうですね。手汗がある人はこういう、ね、辛いことがあるということが分かっていただけたと思うので、ね、皆さん手汗ある人に関しては、ね、こういう優しい接し方をしてくださるとありがたいです、はい、手汗があってもメリットもあるんだから。弱酸性。なるほど。ということで、また次のあるあるでお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。うわ。